はい、こんばんは。今日はですね、こちらの、ギブソン社の、レスポールジュニアの、ね、メンテナンスに、神保町にある、黒沢垣さんの、G クラブ東京さん、ギブソンの専門店ですね、専門ですがエピフォンなんかも扱ってますに、リペアに伺ってまいりました。このように、家具ピカピカです。今回ですね、リペア、チェックに伺ったんですが、いつも弾くこういうフレーズだ、いつも弾くこういうフレーズなんですけど、こういう聞こえないか。見せますね。見せ、分かりやすいに見せますね。このタラルタラルタラルタタタが突然このギターで弾けなくなって、前回もお伝えしたように弾けない時はね、必ずギターさんのどこかがおかしい、人間でいうと、声帯でいうと腰の骨がちょっと、一個ねちょっとずれてるとか、そういう時なんで、今日このギターさん持って伺いました。さすがですね、一発でネックが、逆反りという状態です。こうへの字になっちゃってるんですね、こういうふうに。こちら側がヘッドで、こちら側が、ブリッジになりますけど、こう見た時にネックがこういう風になってしまってるんです。でこの現象なぜ起きるかと申しますと、基本的に湿度とあと気温ですね。このところ雨が多くなりまして、湿度が高くなりました。で気温の方もね徐々に上がってきたんで木が膨張するんですね。でそのためにネックが反ってしまった。そうすると何が起きるかというと、このよく使う、7フレットから9フレットあたりが浮き上がってきちゃうわけです。そうするとこの部分の弦の高さですね、フレットから弦までの高さ、幅が狭くなってしまうわけです。隙間が狭くなってしまう。そうするとこう押さえた時に音が出ないんです。こういうふうにスムーズに、その時はもう、他のギターでは弾ける、でもこのギターだけ弾けないということはこのギターにどこか不調なところがあるわけで、私もネックかなと思いました。思いましたが、このギター使い始めてまだ1年経ってないんですね。なので安易に自分でいじるよりはまずは専門のね、ギブソンのリペアの方に見ていただくのが一番、賢明であると思い、今回、いつもお世話になっている、黒沢垣さんに、持ち込みました。すぐにねチェックしてくれて、ネックの反りですねということと、あともう一点ね、いつの間にか弦高が下がってました、全体的に。このマイナスの、これコインで回せるんですが、ここの部分がなぜか沈んでいました。でこれもおそらくですが木の、膨張によるものだろうと。で特に、1年目なんでね、まだ、木が安定していないと、そういうことなんで、各部調整していただきました。これ非常に弾きやすくなりました。いつもねよく弾く、感じもこう持った感じね、すごくいいんですよね。手に馴染む、よく握手する感じでこうギターを持ちなさいっていう風に教わるんですが、本当に握手した時のね感じに近いような感じで、どこをこう持ってもすごくしっくりくるんですよ。本当にいいギターだなって改めて思いました。黒沢垣さんありがとうございます。
今回ねお伝えしたいことは、自分でできることは自分でしましょう、それが楽器さんと付き合っていく上で、一番いいことです。自分の持ち物ですから、自分の持ち物であるともに自分自身ですから、できるだけ自分で、拭いてあげたり、あとはね、まあ、こういった、フレットなんかに、塗ってお掃除するオレンジオイルとかね、こういう油分など足してあげたり、先日ご紹介したヤマハさんの、あ、これは違うな、これは、バズさん、シルバークリーナーというね、これ何でも使えます。金属部分の、清掃に使うとこれ非常にいいです。こう綿みたいなものに、液体とが、まあ、染み込ましてあって、ここはちょっと少量取るわけですね、ちぎる感じ でこれぐらい取って、これぐらい本当に本当にちょっとでいいです。取って、それをこういうふうにこう金属部分なんかでこう拭いてあげると、ね、本当に少量でピカピカになります。これはね、ギターコーナーではなくて、あの管楽器のコーナー、サキソフォンとかね、あとフルートとか、トランペットとかそういうものを扱っている、お店で購入できます。私は、下倉ラッキーさんにもお世話になっているんで、そちらの管楽器コーナーで購入しております。こういったねペグの金属部分なんかもすごく、メンテナンスするとき役に立ちますので、ぜひ、これバズクリーナー、持っていて損はないと思います。おすすめのアイテムです。はい、今回ご紹介したのはねこちら、2020年から19年に製造されたレスポールジュニアのメンテナンスに関してのお話です。もう一度おさらいすると、自分でできること、普段のボディのね、チェック、あとはクリーニング、そしてねフレットのクリーニング、あとはそのフレットにオレンジオイルを塗って油分をしっかり与えてあげること、あとはその表面の塗装面に対してしっかりと、クロスをねこういうクロスで拭いてあげること、常にこう丁寧にね、それだけではなく、やはり時々は、そこのメーカーの、リペアマン、公式なリペアマンにきちっと見てもらうこと、それが重要だと思います。ぜひね、せっかく購入した楽器ですから大切に扱って、丁寧に弾いて、いい音楽ライフを送ってください。音楽は、ね、楽しまないと損ですから。それでは、またお会いしましょう。